いやー、やっちまったよ。いやー、ちょっとね、久しぶりにやらかしてしまいました。どうしたらいいんだよ、助けてくれよ誰か。いやー、何やらかしたかってね、私今自営業で基本的に家で仕事してるんですけど、うちの嫁さんも私の会社に入っていて、二人とも社員として働いてるんですけど、まあ妻がちょっと仕事をしていて、ちょっとね、作業をまあヘルプじゃないけど助けるっていう形で、ちょっと私がその妻のパソコンをいじってる場面があったんですけど、で、その時にですね、Google のアカウントあるじゃないですか。で、妻のパソコンなんで、まあ基本的に妻のアカウントでログインをしてるわけなんですけども、ちょっと契約関係とかの仕事をするときに、一旦その私のアカウントに切り替えたんですよ。その同じ Google Chrome の中で、まあ要は妻のアカウントでログインしていた Google Chrome を、そのまま今度は私のアカウントに、まあ、切り替えて使おうとしたわけですよ。ログアウトしてでログインし直すだけなんで、まあ何のこっちゃないだろうと思ってやったんですけど、その時に何気なく出てきたポップアップに対してはいって押してやったわけなんですが、そのはいってやったことによって、妻の Google Chrome のブックマークとかそういったものが全部私のブックマークに書き換えられてしまったんですよ。マジかということで、いや本当に困った。これはもうどうしたらいいのかわからないっていう感じで、妻は妻でもちろん、まあ、自分の好きなサイトとか、まあ、今まで見てブックマークしたサイトが Chrome のブックマークに入ってるわけなので、もちろん仕事関係のものとかもブックマークに入ってたりしているわけなので、そこを私のブックマークに全部書き換えられちゃったわけなんですよ。もちろん私のアカウントで入った後に一回ログアウトして、で妻のアカウントでもう一回入り直しても、もうブックマークは残念ながら全部私のアカウントのものになっていて、どうしようもないんですよね。で、バックアップする方法みたいのをいろいろもうずっと1時間ぐらい探し続けたんですけど、で、一応ブックマークのバックアップファイルみたいなのが、パソコンの中に生成されているみたいで、で、そのバックアップファイルで、に戻すことで復元できるよってあったので、やってみたんですけど、もうバックアップファイル自体が、もうすでにその、私のアカウントに書き換えられた後のものがバックアップされてる状態だったので、復元もできないんですよ。もうこれ完全に積んだわっていうことで、いやー本当にね、Chrome はですね、もう一つの Chrome には一人のアカウントしか入れない方がいいですね。本当に危険すぎる。まさかこんなことになるとは思わなかったですよ。本当に今仕事をねしてる最中に、まあこの Chrome のねアカウントのトラブルあって、もう1時間か2時間ぐらいロスしてしまったっていう感じで、いや本当にやっちまったなっていう感じです。いやー、まあ一応妻はね、それで、まあいいよいいよ仕方ないよっていう風に言ってくれてるんですけど、例えば私が、その Chrome のブックマーク全部なくなっちゃったとか消えちゃったって言われたら、まあしょうがないって言うとは思うんですけど、まあ結構、それダメージでかいですよね。今まで蓄積してきた、ね、ブックマークとかがなくなっちゃうと結構大変なことになると思うので、いやーちょっとね、私としては本当に失敗したっていう感じですね。失敗したっていう感じで。いやー、やっちまったわ、本当に。まあ一応なんか、有料のツールかなんかがあるみたいで、完全にそのハードディスクの中を前の状態に復元するみたいなツールとかもあるので、まあはっきり言っちゃえばそれを多分使えばバックアップはできると思うんですよ。もともとその妻の方アカウントで、まあブックマークしてたのも10個ぐらいのサイトだからいいよっていう感じで、まあ言ってくれたので、今回はちょっと有料ツールまでは使わないでそのまま行くんですけど、これ本当気をつけた方がいいですね。今ブラウザのシェアって Google Chrome がもうすごい今トップなので、まあ、結構 Chrome 使ってる人は多いと思うんですけど、今回みたいに、まあ、1台のスマホとか1つのパソコンの中にインストールされてる Google Chrome で1人使ってるアカウントに他の人がログインしようとすると、まあ、その時になんかブックマークとかを同期しますかみたいな多分聞かれるんですよ。で、その時に私は何気なしに入って押して同期させちゃったんですよね。それがもうなんていうか大失敗だったわけですよ。本当にね、このヘルプするつもりが余計な仕事を増やすっていうね、
大失敗をやらかしてしまったというお話でございます。まあ、一応動画にこうやって残しておいたので、まあ、今後私はもう絶対に同じ失敗はしないし、もしこの動画を見ている方で Google Chrome を使ってるって方いらっしゃいましたら、ぜひ気をつけていただければなと思います。本当に危ないです Chrome。 はい、という感じで今回は私の失敗談ということで、まあ、今ついさっき大失敗をしてしまったというお話をさせていただきました。このチャンネルではこんな感じで、まあ、ガジェットの話や私の失敗談、それからゲームの話や、それからカメラの話やゲームの話などもしております。もし気に入っていただけたら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。